私の方から1点報告でございます、昨日大分県にある八丁原地熱発電所を視察してまいりました。我が国の地熱発電の現在の設備容量約52万キロワットのうち、八丁原発電所は11万キロワットを占める大規模なものでありますが、自然に配慮して設計されていることから、景観の問題なども少なく、また発電後の熱水を地域に供給するなど、地方創生との親和性が大変高い電源だと実感いたしました。熱水供給を受けている地元のバラ園農家の方も、おかげで化石燃料を焚く費用が削減できて助かっていると話されていました。地元自治体からも大変期待が高いことを認識したところであります。エネルギーミックスの政府案において地熱発電については、現状52万キロワットの設備容量を2030年には3倍、155万キロワットにする野心的な導入水準を目指しております。その達成のためにも環境規制の緩和など、さまざまな面で環境省との調整が必要となりますが、これまでの調整の結果、先日6月3日より岩手県八幡平市において本格的な空中物理探査を開始したところです。加えて、先般の規制改革会議での答申も踏まえ、地熱発電をめぐるあらゆる論点について政府全体で知恵を出しながら取り組んでまいります。また5月31日の総理指示を受けまして、大規模開発を対象とする掘削補助金の補助率を引き上げることとし、7月にも補助金の公募を開始いたします。先日も次世代火力発電の技術開発などについて述べましたが、エネルギーミックスの実現に向けてあらゆる方策を総動員で具体策を検討していくこととしております。今回撮影した地熱発電を筆頭に、水力発電、バイオマスは出力が安定している再生可能エネルギーであり、その導入拡大に向け全力で取り組んでまいります。以上です。それでは日本経済新聞です。今お話となりましたエネルギーミックスにも関連することなのですが、地球温暖化対策について伺います。先日エネルギーミックスの案がまとまり、2030年までに13年比 26% 温暖化ガスを削減するという目標を示されました。しかし2020年までの目標についてもミックスの状況を踏まえて検討するということになっていたと思いますが、大臣としていつどのような形で20年の目標を作るというお考えでしょうか。2020年の目標というのは2005年度比で 3.8% 削減するという目標ですけれども、これは原子力発電の再稼働を想定していないと、こういう前提のもとで作られたものであります。したがって2020年のこの温暖化目標の見直しに必要となるエネルギーをめぐる動向、まさに今後の原発の再稼働の状況などを含めて今後よく検討していかなければいけないということで、当面どうするということではございません。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。朝日新聞の発表によると、一部報道で、日本原電の、認可法人化というのを検討しました。それについての指針そうですね。あとはワーキンググループを立ち上げるのと、原燃のサイクル事業につきましては、昨年12月に発表された原子力小委員会の中間整理におきまして、今後自由化により事業者間の競争が進み、また原発依存度が低減していく中においても、安定的効率的な事業実施が確保できるよう、各事業者からの資金拠出の在り方などを検証し、その検討を踏まえて必要な措置を講じていくことが重要とされた上で、さらに具体的には事業者が拠出金の形で発電時に資金を支払うスキームを構築すべきと、こういうふうに中間整理においてされたところであります。この審議会におきまして、事業主体についてもまさに認可法人にすべきという意見もありましたし、認可法人には問題があるという、両方面からの意見があったと承知をしております。こうした議論を踏まえまして、今後どのような対応が必要か検討し、
まあ、適切に対応してまいりたいと思います。これから審議を、具体的な審議につきましても総合資源エネルギー調査会を活用することになると思いますけれども、今後関係者とも調整した上で早期に始めたいと思っております。先日環境省からですね、委員の申し込みがあった上野、はいはいはい、石炭火力についてですけど、まあ、間もなくの経産省としても、まあ、事業に対して意見書を出さなくてはいけないという時期になってますが、現状でどういった方向性になりそうなのか、まあ、教えていただきます。法定期限は、今月の26日、それまでに、まあ、経産省として意見書を出すということになろうかと思っております。で、中身についてはまだ調整中であります。まあ、一方で環境省の意見につきましては、その全体としてその枠組みの構築ということはおっしゃっているわけですけれども、個別事案についての、まあ、実施が否定されたものではないと考えておりまして、そういう中で今最後の調整をしていると、中身についての調整をしているということで、まだ中身について申し上げられる段階ではありません。それではそれでございます。